よし来た、よし来た、よし、やばい、マリオ来た、マリオ、マリオ、マリオとクッパが来たぞ。空が真っ暗だけどパークは全部ライトアップされてて、いやキラキラだね。やすげえ。それでは参ります。ザ・スーパーマリオブラザーズムービースタート。おお、やった。ヒカキン TV Everyday。 新しくマリオが新登場するパレードを見に行くぞ。ブルーハロー YouTube。 どうもヒカキンとセイキンです。はい、というわけで本日はここユニバーサルスタジオジャパンのスーパーニンテンドーワールドに朝一からやってきました。一番乗りでやってきました。いやー、来ましたね。で、冒頭でも言った通り新しくマリオが新登場するパレードがやってるってことで、今日はそれを見に行きたいと思います。いや楽しみですね。で、パレードはお昼頃かららしいので、それまでせっかくだからスーパーニンテンドーワールドで遊んでいこうと思うんですが、いきなりこのドアタマオープニングで重大発表です。これマジでヤバいです。そうですね、これは本当にすごいですね。僕らにとって一大事、何かというと、はい、なんとこの度私ヒカキンとセイキン、映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービーのアンバサダーに就任させていただきました。ありがとうございます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 。いやー、いやー、これはすごいことですよ。ね、で、その映画のアンバサダーの就任イベントが、はい、明日あるんですよ。明日ね。そう、はい、それでもう張り切ってちょっと前乗りしちゃって、一日前に来ちゃいましたね。一日前に来ちゃって、はい、今日は遊び尽くして明日そのイベントってわけです。そうですね。やばいよ、だってもうちっちゃい頃からさ、いやもう僕らはマリオと共に育ったと言っても過言ではないと思いますね。そう、まさかこんな形で映画のアンバサダーということで、もう震えましたね。これはもう我々の人生としても歴史に残る。そうだね、もう人生に悔いはないというかね、はい、それじゃ早速スーパーニンテンドーワールドを遊んでいきましょう。マリオの世界に入っていきますね。行きましょう。じゃあ、すごい。ま、来たね。来ましたね、ここね。来ましたね。ここ来ると絶対これルーム来たくなるよね。浮かせ、すぐゲームの話するんだよな。やっぱりゲームだともうここ来てこう見るともう飛んでいきますからこの空がいいよな。ここだけで大感動だからね。ここはやっぱね、忘れないよね、絶対忘れないね。ここで感動するんだよね。そうなんですよ。おー、相変わらず落書きが消えてないね。いただいたぞ。絵に入りたくなっちゃうからね。絵に入った方がいいですから ね。ここはもう絵に入っちゃってやめてください。これ見る角度によってね、角度によってね、これはね、あの違うんですよね。はい、変わるんですね。やっぱでも俺このボム兵がね好きなのよ。1ステージ目だよ。ファ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 、ボム兵のボスね。そう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 。あー、クリボーだ。クリボーですね。今回ね、映画にもクリボー出てくるらしいよ。まあ出てくるでしょうね。じゃあもう行っちゃいますかね。もう行きますか。ねえ、スーパーニンテンドーワールド行くぞ。行きましょう。うわー、おー、来たー。いやー、最高だよ。
いいね、晴れてますね。めっちゃ晴れてんじゃん今回。あのね、僕らのファンの方は知ってると思うんですけど、はい、前回ちょっとね雨だったんですよね。かなりね。実は実はね、今日は晴れてます。うわ、素晴らしい天気ですね。最高。今日これは最高だね。やったぜー、これは最高でしょ。最高。これパレードも晴れるぞ。いや、これは楽しみだね、パレード、ね、本当に。いやドッスンの目がね赤くなってますわ。怒ってるわ。いいですね、怒ってますね。で早速遊んでいくんですけど、うん、俺ね、兄ちゃんがね遊んだことないところ知ってんのよ。実はそこ。何？こっちこっちこっち。案外こうスーッと奥に行きたくなってしまうんですけど、実はまず、ほら、うお、すごい、ほら、あ、これは知らなかった。前素通りしてるんだよ。雨がすごかったけど、見えなかったんだけど。これ最高でしょ。あ、すごい、ほら、これはすごいよ。まあ僕らのね、兄弟の仲だったらね、この絆で一発で揃うよね。順番に行こうよ。じゃあスターでまず止めてよ。じゃあリズム感の塊みたいなもんなんだね。あ、もちろん。いきますよ。はい、はい、やめやめ、お前全然ダメ。さあキノコを揃えていこうぜ。こっからはもうキノコになっていくんだよ。いや、もう一発目からずれちゃってるからね。まあいいよ、じゃあキノコ止めればいいんでしょ。これ外したらもうここの時点でもう試合終了です。あれ時間切れだ。じゃあスターで行こうよ。オッケーオッケー、もう一回で、もう一回で。びっくりしたな、これ。スターで行くよ。はい、行くよ。よっしゃ、これね、キノコが見えてからだ。キノコが見えてから、早くしないと時間切れになるからね。お前、やってまった、やってまった。おかしいな。あー、おじさん全種類や。全種類、早く全種類。よしよし、全種揃っちゃった。揃っちゃったよ。あ、でも優しい、なんか収納。あ、コイン出て揃いましたね。じゃあ、ちゃんと揃えるよ。本気でいくよ。いや、ちょ、俺ちょっと自信ないけど。結構近いと思うんですけど。俺スターでいくよ。あ、オッケーオッケー。はい、いくよ。よし、おー、うまい。ちゃんとゴンってね、ゴン、はいはいはい、キノコ見えたらゴン。あー、で、なんだよ。スロットは下手かもしれません。ほら、うまいな。ほら、いいほら、いい、じゃあこれでスター、ほら最後スター揃えよう。スター頼むよ。はい、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 もう、あ、いいじゃん。スターキノコ、スターキノコ。決まりました。あーあら、兄ちゃん揃えなんだよ。あら、とね、意外と難しいですね。ブーンブーン、来ちまったな。朝一で来ちまったな。クッパ城だ。いきなりここ来るかねって感じだけど。さーてと、よーこの中、マリオカートなんですよ。そうですね。僕ら1回乗ってるんで、前回のさ、コインの枚数超えたいよね。まあ超えていきましょうか。ねえ、じゃあ行きましょうか。ハイスコア狙っていきたいと思います。行きましょう。よーし、行きましょう。クッパが見えてんだよ。相変わらず BGM がいいね。すごいんで、空気変わるからね、ここ。変わるね、本当に。いや、迫力がすごいんだよ。クッパに勝つぞ。気がしなくなる。あの映画のトレーラーでもね、クッパ出てきますけれども、ものすごい火を吹いてましたからね。めちゃくちゃ強いんだろうなっていうね。そうだろうね。早く映画見たいね。いや、早く見たいんだけどね。じゃあ奥行きましょう。行きましょうか。全部揃ってますから、あのゲットしましょうか。トロフィーがたくさん。この絵はやっぱすごいね。これもうさ、ちょっとこれ写真で、写真でちょっと写真でプリントした方がいいんじゃない。現像しておきますか ね。やばい、手くらいいいとこだね。うんうんうん。じゃあもう、もうちょっとで、ね、カート乗り場なんでね。行きましょうかね。行きましょう、
クッパの部屋だな。ここで作戦を立てているということですね。それもさ、これ前来た時しっかり見てなかったよね。これ設計図、設計図だよこれ。これを見れば我々もボム兵を倒せるかもしれないそう、ヒントがあるかもしれない。ほらヒントがあるんだよ。火がつくと爆発、あれを回すと歩くと。ここを回すと歩く。そう、回さなきゃ歩きませんから。米印注意、木の近くに置かない、持つ時は丁寧に丁寧、爆弾だからね、丁寧に持たないあれ巻かないで持った方がいいですね。そーっと持って、そーっと持って置くと、ブラッっていう仕組みだったってことですね。ね、メカクッパ、あとあっちもあるから。基本的にはこれを回すんだね。そうだねただキラーは違うから。キラーは厳しいでしょ。もう火が飛んできたらもうかなり厳しい。避けるしかないんだ。避けることもなかなか厳しいです。ちょっと待って、これねすごいこと気づいちゃった、この柱の上の方の裏側に地球儀あるのよ、茶色いやつ、はいはいはい、これよーく見るとヨッシーの島が。あれはヨッシーサーキットの形かな。まあここね、こう列で並んで気づいてる人はまあまあまあ1000人に1人、いや1万人に1人。いやファンが来てますから。まあそうだよね、結構気づいてると思うよ。気づいてるかな。でもこれ知らなかったね。ちょっとここまでは見てなかったね。友達と来たらぜひ自慢してくださいと思ったらここも前見てないな。こんなんあったんだね。サバイビングレインボーロード、レインボーロードで生き残る。マリオカートといえばレインボーロードってとこありますからね。映画でもさレインボーロード出てきてたよね。出てたんだよね、映画のトレーラーで。トレーラーでね走ってたよな。出てくるんでしょうね。まあ勝ちましょうか。行ってきます。いやー来たね。うわよーし、ここもコインの枚数勝負なんですけど、はい、前回の自分たちも超えたいよね。ハイスコア出したいですよね。ねえ、動画で何回も見てね、もう、てか前回覚えてますから少し。もちろん。何枚だっけ前回？前回103枚です。僕77枚絶対超えます。そうだね、超えていこう。いくぞ、お願いします。お願いします、お願いします。よーし、行こう負けねえぞ。よし、行ってきまーす。俺は負けません。お前負けてるからな俺。うわー、クッパ来た、クッパ来た。うわー、うわー、ゴー、うわー、行きましょう。決めていこう。ほー、うわー、ちゃんと狙っていくぞ。おっしゃ、アイテム取った、アイテムゲット、やっていこう。ほらおっしゃ、クッパ倒した。ほらさあ、しっかり狙って当てていこう。そう、スリップしてます。うわー、クッパだ、クッパ。ほらさあ、いい感じじゃないか。やばい、もう緑コーラがない。コーラを使いすぎてしまいました。アイテムを取って、はい、よし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 、よさあさあさあ、当てよう。ラストスパート、ラストスパート、クッパに当てろ。さあ、フィニッシュ。さあ、ゴール。さあ、スコアが気になりますね。勝ったんじゃないかな、これ。あれ？ありがとう。よし、いやいいレースだったな、いや決まったね。結果発表、
前回77枚103枚。それではスタッフの方に発表してもらいましょう。まずは私ヒカキンのゲットしたコインの枚数は165枚です。おい、いやいやいや、倍超えてんじゃねえかよ。めちゃくちゃレベルアップしてるじゃん。そうなんだよねでもな、うまいんだよ車系は。まあ車は得意ですから私は。やばいなこれ。じゃあ行きましょう。車大得意な関根さんのコイン枚数は122枚です。だーねいやー車で勝っちゃったな。おかしいな、やっちゃったな。僕も前回は超えたんだけど、うまかったね今回さ、一緒に乗ったじゃん。うん、なんか見えてるんだよね、どこに打ってるか。なんかね、ちょっとね、慎重にやりすぎちゃってちょっと打つのがコーラをね足りなかったかもしれないね。そう、僕バン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 コーラもこう投げてたんで。そう、もうこれはいけるなとかでずっと言っててそんな当たってるかなと思ってたんだけど、うまかったね。私の視界はもう勝ちの視界でしたね。すごい、やっぱゲーム得意ね。皆さんもね、ぜひ僕らのスコア165枚、122枚ですね、超えられるように頑張ってください。頑張って。じゃあちょっとね、本気でマリオカート乗ってね、お腹でも減ったんで、キノピオカフェでも行きますか。カフェ行っちゃう。行っちゃうか、キノピオ。ブーンブーン。おー、急カーブしてきたね。急カーブしてきました。うわー、はい、おー来たねこのキノピオカフェはね、うまいんだよね。いやー、我々も常連になってきましたね。常連客になってきたちょっと常連客で、メニューも覚えてきましたけど。覚えてきましたね。ただ、お今回さ、うん、これ初めてよ。これ初めてだね。クッパの甲羅だよね、これね。なるほどね。ハンバーグだよね。あとさ、はい、これ俺前回これ食べてたよね。食べて、ヨッシーのカルボナーラ。はい、これ超うまいから、これ食べたことないでしょ。ない。これ、あったかいうちに食べた方がいいよ。でこれじゃあ僕、今回もらっていいですか。いいですよ。はい、じゃあいただきます、これ大魔王クッパハンバーグステーキ。うわ、うまそう、これやば。ほうれん草が入ってるな。まず私いただきますよ。はい、どうぞ。じゃあクッパの甲羅いただきます。はい、うまっ。でもこれライス付きなのよ。ライス付きなんだね。うめっ、ジューシーだ、うん、それもこれさ、人参がファイヤーになってるの。なるほどね。クッパの吐いた炎になってる。はいはいはい。ヨッシースパゲティほうれん草カルボナーラ。パスタいただきますよ。うん、初パスタです。いただきます。うまいよ。これはめちゃくちゃうまいね。ね。うん。でしょ。濃厚。チーズもたっぷりで美味しいですね、これ。す、感動したんだよ、ね。これはうまい。ちょっと完食したいけど。これはうまいな。ね、パレードに向けて、うん、腹ごしらえしてこう。腹ごしらえしてね。うん、めっちゃうまいねこれ。うん、スーパースターレモンスカッシュ。ドリンクいただきます。ドリンクもね。この楽譜が、はい、これ豆知識ね、常連がお伝えしますけれども、これ音符が書いてあるんですよ。てん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 の曲になってるんです。いただきます。はい、レモンがガツン、うん、爽やかだね。うん、うん、炭酸がいいね、強くて。相変わらず爽やかだな。マリオバーガーベーコン&チーズ。じゃあ僕これハンバーガーいただきますよ。うわ、あったけ。うわ、綺麗だな。相変わらず綺麗だね。盛り付けも綺麗、うん、中にキノコ見えてる、うん、いただきます。うん美味しすぎて黙っちゃう、これスモーキーそうだね、非常にこのベーコンとかスモーキーで、キノコたっぷり。うめぇ、スーパーキノコピッツァボール、マッシュルーム入りトマトソース。
じゃあ続きまして、スーパーキノコピッツァボールね、いただきましょう。これも美味しいんですよ。ピッツァのようにね、うわーチーズが、チーズがすごいね。いただきます。はい、いただきます。うわー、うん、めっちゃうまい。トマトの酸味がいいですね。うん、毎朝毎晩これでいいってくらいうまい。超うまいよねこれ。じゃあ毎日来ましょう。もう並んで食べて感動する。そうだね、本当に長時間並んでも食べてほしい。あの本当に美味しいからね。マジで美味しい。うん、うまっ。 BGM もいいね。チャンチャ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 ララララ、ハテナブロックティラミス。ホイップが美味しそう。美味しそうですね。お、これ毎回違うんだよね。俺スター、スター。こちらはなんとファイヤーフラワー。ファイヤーフラワー、これハテナブロックのティラミスね。でファイヤーフラワーといえばね、今回の映画のトレーラーでもファイヤーフラワー出てくるんですけど、なんとね、ピーチがファイヤーフラワーに触れて火を出すんじゃないかみたいなシーンがありましたよね。あれファイヤー使っちゃうかな。うーん、いただきましょう。ファイヤーよっしゃ、楽しみだよね。いただきましょうね。あー、うん、いただきます。うん、うん、めっちゃうまいな。ふわふわだねこれ。ティラミスのクリームがふんわり。ティラミス最高だね。うわあ、めちゃくちゃうまい。サクサクなのよこれ。サクサクで中がもうふわふわですから最高、うん、これやっぱ忘れないわ、一度食べたら。本当に覚えてるんだよ俺が3歳とかで来てたら、うん、俺覚えてんだよね3歳の時、あのハンバーグの味とかさ。まあそうなるだろうね。これなる。この雰囲気もねやっぱりいいですよね。そう、うん、土管があったりさ店内に。いや最高だね。これはね、子供たちが来たら本当にもう忘れない思い出になるでしょうね。じゃあね、もうパレードの時間も迫ってきてるんで、うん、そう時計じゃないけどね、うん、もうちょっとじゃあもう腹ごしらえしてパレード行きましょうか。行きましょうか、ね、満腹で行こう。いや俺ハンバーガー食べよう。いや最高だよ。最高だよこれ。ブーンブーン。いやー満腹満腹。いやー落ち着くな。なんか和な雰囲気ですね。いよいよこれからパレード見に行くんですが、これじゃじゃーん、これねパレードを盛り上げるグッズです。このほら見てこれ、服。これはシャツですか。おー可愛らしい半袖シャツ。いやもうちょっとあったかい季節だったら俺らこれ着たかったね。そうだね、これあったかい季節はすごい可愛らしいね。パレードでこれ着てたらもう、うん、まさにパレードって感じの可愛いシャツ。裏にはほらマリオいて。そうだね、これポケットの部分がハテナブロック、ハテナブロックになってるね、うん、なってますね。うわでこれですよね、これはカチューシャ。気づきましたよ僕。気づいた、あなたも。お気づいたよ。マリオカートですよ。おというとレインボーロードですよ。そうちょっと今気づいたな。今気づいた。ここにね、マリオがねマリオカート走ってんのよ。あーこれ細かいね演出が。細かい。これをなるほどね。ほらそうこういう感じなのね。ほらさらにはこのマリオで。あそれ。とフィニッシュって書いてある。これこれもレインボーロードだね。今回かなりレインボーロードが出てきますね。わあちょうどいい大きさだわ。うわーはいはいはい。ほらあこれマントのパチンっていうボタンついてる。ボタンついてるんだ。うわこういうの嬉しいね、うん、確かに。あもうそこにつけちゃうわけ。はいはいはい、こういうことね。そういうことだ。ほらそしてこれよ、はい、これ何ですかこれは。これはねちょっとねパレード始まってからのお楽しみなんだけど、まあ、なんかこっから出てくるわけですよ。なるほど。スイッチがあってね、スイッチオンにすると、あスイッチ入れると何かが出てくると。何かが出てくる。はいはいはい。マリオとか、うん、このストラップを首にかけるやつとか、うん、これはあのカスタムしてこうやって別売りで自分用にこうやって、あ自分好みにカスタマイズできると。そうじゃあ行きますか。楽しみだね。ね
ヨッシー来た、ヨッシー来た、ヨッシー来た、うわーヨッシーだ。ヨッシー、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 ビーチもいる、ビーチもいる、ビーチ姫、ビーチ、ベイジ来た、ベイジ来た、そうほら、おお、こっちが出ない、わあわあ、おた、わあ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 、ベイジ、ベイジ、わあ、すごいね、すごいね、ほら、オッケー、やべマリオ来た、マリオ、マリオ、マリオとクッパが来たぞ。うわーマリオー、すげーマリオカートだ、レインボーロードだね、ほんとだ、うん、すごいわレインボーロードだ、あのゲッソーとか、ゲッソーだ、トゲ、トゲゾーもいます、クッパに追われてる今のところ1位マリオ、2位クッパ、3位キノピオです、キノピオです、はい、はい、これすごいんで、みんなさ一般のお客さんがダンスしていいんだよ、踊っていいと、そう、すごいね、うわすげえ、すごいじゃん、ね、マジですごいね、盛り上がっております、すげえ、うわすごいね、うわやべえ、すげえ盛り上がってるね、やばい、もうめっちゃ盛り上がってんのよ、すごいわ、やばい、これは楽しいね、もうお兄さんもうなんかラップみたいなのしちゃってるラップです、ラッパーです、うわっ、これは最高だわ、おお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 おやばい、うわーやば、テンションぶち上げた、はい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 、ノーリミットファイブ、ノーリミットファイブ、ノーリミットファイブ、やばい、いやすごかった、すごかったね、だから、いやすごかったね、いやーすごかったな、いやいやまだ体が勝手にちょっとね踊っちゃうぐらいのね、すごかったね、いやめちゃめちゃ楽しいじゃんこれ、もうお客さんのね顔のもう笑顔も、もう楽しそうにみんな踊ってて本当にいいパレードでしたね、ねえ、あれ何ですかそれ、これねパレードパーンって飛んできた強いねこれ、パレードでそう最後はなんかこう紙吹雪みたいな、ね、紙吹雪みたいなやつよく見たら、よく見たらねこれワンナップキノコとかコインとかね、これみんな拾ってたから、あのみんな拾ってんだよこれ、子供たちがそんな中大量ゲットしてきました帰り道拾ってんなと思ったらめちゃくちゃ拾ってきました、これね、はい、めっちゃこれ良かった、これいいねもうこれだけで目立てたから確かにね、これでかなりバブルが飛んでましたよ、俺らの周りだけめっちゃ飛んでたね、特に飛んでた、特に2人ともちょっと風向きが一瞬来てかなり横の人にも当たってた気がするけどまあまあまあいいんですよ、いいでしょう、マイクパフォーマンスのお兄さんがねすごかったね、すごかったよね、ノリノリ、曲良かったね、曲がものすごい良かったですね、本当にかっこいいし、いつか我々もこっそりと最後パレードで踊るとこあれやりたいよね、我々もあのマイクパフォーマンスの方で出演あのお兄さんお兄さんの代わりにちょっと今日、いやあのお兄さんは俺には務まらないと思うよ、あいつ、いや楽しかったないやマリオの乗り物はすごかったね、でかさがすごかったね、ものすごい大きさで、しかもちゃんと下がレインボーロードになってるっていう、なってて、順位でいうと現在ですねマリオ1位、マリオ1位でしたね、2位クッパ、2位クッパ、3位がキノピオ、キノピオ実は後ろに、はい、後ろにかなり迫ってきてましたかねクッパの後ろなんでね、デッドヒートでしたね、そう、いやすごかったな、気づいたらヨッシーがもう
目の前にでヨッシーの後にピーチピーチが来ましたね。ということはまあ1位はヨッシーだったのかな。いや違うかな、ということになってるかもしれませんけれどもうんうん、うん、でピーチね、ピーチの髪型が縛ってましたね、ちゃんとね縛ってましたよ。それも今回の映画でいうとピーチさ、トレーラーでね、服装変わってたし、なんか武器持ってたよねっていう、戦いに行くぞっていう、ちょっと今まで見たことがない雰囲気を感じましたよ ね。だってピーチってさ、ゲームだとよくさ、もういやもう最初にピンクのクッパにクッパに、あーそう大体さらわれるでしょ。そうでも今回は行くわよって感じで、今回はだから戦いに行くのかなっていう感じが出てましたよね。ねえ、その辺がすごい楽しみだよね。大活躍の予感。そうでしょうね、活躍してほしいよ ね。皆様ね、ぜひパレード来てみてください。めちゃくちゃ楽しいと思います、ね、で、この後はこれまだまだ終わりません。今日めちゃくちゃ晴れてるのね。いい天気だね。もうちょっと眩しくて日焼けするぐらい天気いいんだけど、うん、この後は夜のスーパーニンテンドーワールド。いいですね。行ったことないじゃん。ないね。まああれだけね、こう明るく照らされてて、うん、でも空は夜っていうね、うん、また雰囲気変わるだろうね。全然違うでしょ、うん、クッパ城怖そうだなとかね、より雰囲気が出てくるかもしれないなのでちょっと夜も楽しんでいきたいと思います。明日イベントなんですけど夜まで楽しんじゃう。もう寝なくていいですからね。もう勢いでいっちゃう。はい、もういいです。徹夜でいきましょう。もう、まあ、ちょっと寝ますけどね、はい、ちょっと寝ますけどね、はい、夜のスーパーニンテンドーワールド、よし向き こっちはい、おお夜だ、すごい夜すごいね、これ見てこれ、これは夜すごいわ。空が真っ暗だけどパークは全部ライトアップされてて、うん、いやキラキラだね、やすげえいやいいね、やっぱ夜もふわこれヤッホーうわー夜っていいな。いすごいね、全然雰囲気変わるね。ねキラキラしてるわ、うん、ほらね、パワーブロックもありますわ。パワーブロックね、パワーブロック、いやよしキノコがでかいな、覗いちゃおう。あ、覗いておこうか。覗いちゃおうっつってねいやで最後これクッパ城がさ、やばい、いやこれやばいね、夜やばい、夜やばいよこれ。夜のクッパ城はちょっと、これはやばいこれはちょっと入るの勇気いるな。昼間とだいぶ違うね。夜いいねいや全く雰囲気変わるっていうか、クッパ城はやっぱ夜すごいわ。これいいね夜、うん、大迫力、うわさあ、ハテナブロックです、うん、うわ、夜いや、いいねー、いやいいね夜も叩いていこうよ。よし、なんかやっぱ夜だとより光ってるように見えるよね。うん、光ってるね。じゃあ俺行くよ。はい、いいよ。ういうい、いいね、光ってますね。ういどうぞ。イエーイ。じゃあね、ヨッシーアドベンチャー行きましょうか。行きましょうか。ういおお来ました。来ました。ヨッシーアドベンチャー。夜のヨッシーアドベンチャー。はい、行きましょうか。行ってきます。イエーイ。さあ来るぞ夜の。おお。おお。いいねー。うわー見てこれほら。やったー。いやー。うわ気持ちいいねー。夜気持ちいいね。夜気持ちいいね。あれ。これまたね。昼間乗った時と全く別に見えるもん。別世界ですね。ねえ、うわあ、うわあ、うわどうすんか。やっぱりライトアップがいいね。ねえ、うん、めっちゃ綺麗よ。キラキラしてるよ。すげえ、うん、気持ちいいね。
並び列でさ、地図があって青と緑と赤の卵を探すんだよね。そう。あ、卵あったぞ。光ったぞ。卵あったぞ。卵あった。あ、緑あった。緑発見。ほらほら、緑。緑押す。はい、緑押す。はい。はい。よっしゃ。ありました。ありました。この曲は。この曲は。この曲はあの人しかいません。あ、キノピオ隊長。キノピオ隊長いた。ほら、ここいた、ここいた。ほら、いました。いた、いました。いました。隊長。隊長頑張って。今年も頑張ってんな。はい。ヨッシーが走ってるシーンもあったんだよ、トレーラーに。あ、映画ね。そう。そっか、ヨッシーも出てくるのか、映画。出てくるでしょう。素晴らしい。いや、楽しかった。いや、最高だね。夜最高。夜最高です。はい、それでは夜のパックンフラワーアラームパニック行きたいと思います。これよりパニックになるんじゃないかと思います。そうですね。行ってみよう。行きましょうか。よっしゃ。おー、光って光ってる。すごい。すごい、時計がすごい光ってる。時計めっちゃ光ってる。これはすごいね。それでは夜のパニックスタート。あー、始まった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 。よい、押していきましょう。はい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 これは、これは、ほら、真っ白全部。見てこれ。うわー、すごい、全部光ってる。やったー。ほら、クリアー。あ、眠ってる。眠りましたね。セーフ。ありがとう。オッケー。よーし。これで今日もなんとかパックンフラワーが暴れずに済みました。あー。はい、というわけで今日ね、一日スーパーニンテンドーワールド遊び尽くしましたね。はい、最高でした。いやー、夜になっちゃいましたけど、いよいよ明日が僕らのね、ザ・スーパーマリオブラザーズムービーのアンバサダー就任イベントということで、はい、ある種明日も本番なんでね。まあ明日本番ですよ。またゆっくり休んで、はい、映画のイベント行きましょう。盛り上げていきましょう。行きましょう。イエーイ。というわけで、はい、1日経って、うん、翌日の本日はザ・スーパーマリオブラザーズムービーのアンバサダー就任イベントです。やっと来ましたね。来ましたね、うん、今回ヒカキン、そしてセイキン、はい、あと西野七瀬さんも、はい、一緒にイベントに登壇させていただきます。まあ、一緒にアンバサダーっていうことですね。やばいですね。はい、ほんの少しだけリハーサル、うん、で、あのステージ見させていただいたんですけど、はい、なんかね、思ったよりすごいね。なんかね、照明もすごくてね。そう、もうさすが。そりゃそうですよ、だってマリオの映画だから。マリオですからね。マリオの映画だから、それはもう、いやーすごいなと思った。俺は世界のマリオですからね。それのアンバサダーということで大役ですけどね。細かく説明するよりも、もうマリオが好きということを伝えればいいんです。そうですね。そうです。もう我々ずっとね、マリオやってきましたから、そのマリオ愛を表現できようと思っています。楽しくいっていきます。はい、お呼びしましょう。映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービーアンバサダーの皆さんです。皆さんこんにちは、西野七瀬です。あ、どうも、ヒカキンです。そして兄です。あ、セイキンです。よろしくお願いします。いやー、もう僕らも本当に子供の頃からずっとマリオのゲームはやってきて育ってきたんで、まさかね、このアンバサダーになれるとは思ってなかったので、もう、ね、本当に嬉しくて。もう、そうですね、小学生の頃にゲームしてる時の自分に言ってあげたいですね。そうですよね。20年後ぐらいにアンバサダーになってるよ。そうだよね。信じられないですね。本当に光栄なことで、はい、嬉しいです。ではご紹介しましょう。マリオ・ルイージー。おー、ルイージだ。おー、
嬉しい。すごい、初めて会えた。すごい。改めて紹介しましょう。マリオ、そしてルイージー。イエーイ。よろしくお願いします。あ、昨日ですか。マリオカートとかやりました。マリオカートもやりましたし。コインどんぐらいだったんですか。うわ得点。まあ負けることはないですね。え、はい、何枚ですか。私は177でした。おお、今日、今朝。すごい。今朝強い。ちなみにね、車関係のことだったら無敵な正金さんが何枚だっけ。そうですね、まあ車に関しては任せてほしいんですけど、昨日やったんですけど122枚でしたね。ちょっと負けましたね。そうですね。で、僕はもうパーフェクト取っちゃったかなと思って165枚でした。え、でもすごいですね。めっちゃうまいですよね、それ、はい、恐ろしいほどうまいですよ、177枚今日調子が良かったみたいで。この春は映画館とユニバーサルスタジオジャパンに Here we go! この日本を代表するマリオとルイージの映画のアンバサダーに僕ら兄弟で、ならせていただいたということで、本当に心から嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきね、見た通り映画ではマリオとルイージの兄弟の絆なんかも描かれてるって、うん、ね、ふわっと今聞いておりますので、まあね、ヒカキン、セイキンみたいになってるんでしょうか。どうでしょうか ね、 そういう兄弟の絆にも注目で、はい、もう映画本当に楽しみすぎて、僕ももう1秒でも早く見たいので、皆さんもぜひ上映されたら映画館で楽しんでください。今日は本当にありがとうございました。いやー、すごかったね、イベント。いやー、盛り上がったね。まさかのマリオとルイージ登場っていうの、うん、めちゃくちゃすごかったね。ね、この距離に来てくれたから、ね、いや、それにしてもさ、西野七瀬さんがさ、うん、あのマリオカートでさ、うん、USJ のね、はいはいはい、今までもう何回か乗ってきて、渾身の私の165枚を超えているという。昨日自分で大絶賛してたね。あれね、うん、結構本当僕の目線で言うと、あー、うまい俺っていう、ずっとうまいって言ってたからね。これ来たなって言って、ずっと横でね、自分で大絶賛、自画自賛の嵐で、そう、あの何の振りでもなく、うん、西野さんに多分圧勝するっていうね、うん、あ、勝ちました、あ、僕何で勝ってますって言おうとしてたんだけど、うん、平然と敗北するっていう。そうだね、もう2人とも敗北しましたね。あ、多分、うん、相当ゲームうまいんだなと思って。好きなんだろうね、やっぱりね。すごいな、うん、で、我々よりもしかしたら通ってるかもしれないね。かもしれませんね。そうですよ。完全にね、イベントの話じゃなくてマリオカートの話。ゲームが好きですから。いや、でもね、お客さんも盛り上がってくれてて。そうだね、これがものすごい熱さから ね、嬉しかったね、本当に嬉しかったし、めちゃくちゃカメラとかね、うん、あのたくさんのメディアの方も、いや、ものすごい台数です、ね、あれマリオたちと一緒に並べて嬉しかったです。改めてこう、ね、この映画がこう世界の映画なんだっていうことを感じましたよ。で、いよいよ、うん、今現時点でね、僕ら映画見れてないんですから、そうなんですよね、いよいよ僕らも試写会、お、ついに、そう、この後見れるということで、おー、やっときましたね。ちょっとね、コンディションバッチリ見たいね、もうね。ポップコーンとかね、見たいよね、やっぱり。ポップコーン、最高だよね。ポップコーン食べられるか分かんないけど、ぜひね、用意いただいて。体調万全で、じゃあちょっと万全で、やっぱりね、あのドリンクとやっぱりポップコーンこう用意してる。それ映画館に楽しみたい。我々試写会、試写会所にないのか。ないと思います。そうでしたか。じゃあ、いよいよ、はい、ザ・スーパーマリオブラザーズムービー、はい、見てきます。行きましょう。やだぞ。いやー、いやー、来たねー、ついに見れるぞ。いや、最高だね。最高じゃん。楽しみだな。試写会でございます、いよいよ。いやー、これチラシもすごいね、これ。ほら、これ。これはすごい。ほら、ドンキーコングもいるから。これであとあれだね、ポップコーンとドリンクをちょっと。コーラと。そうそうそう、ドリンクをね、ちょっと用意して。ないです。ない？映画館じゃないんで。ないんですか、今日。はい、なんてこった。傲慢なやつだな。見れるだけでいい。まあまあまあ、そうですね。最高ですから。じゃあ、見ていきましょう。見ていきましょう。それでは参ります。ザ・スーパーマリオブラザーズムービースタート。おお、キャット、キャット。おお、
来たぞ。レベルの史上最高、これはすごかったね。もう言葉に言い表せない。いやもうマリオの歴史が詰め込まれてましたね、本当に。いやこれはね、ちっちゃい頃からいろいろ映画見てきたけどさ、最高傑作、最高の以上の言葉で表したいけど言葉が見つかんない。そうだね、やばすぎる。細かいところまで本当すごかったね。マリオ旋風巻き起こるな、これ。すごいことになるんですよ、すごすぎます。いや、本当にすごすぎて、マジで言葉にならないと、このことやべえ。すごかったな。子供が見ても大人が見てもね、最高。まあ、そうだね。やっぱり我々はね、もう長年ずっと子供の頃からマリオのゲームをやって育ってきてるから、ものすごい感動でしたね。3回は見たいね。まだ見たいね。あのねまだ見切れなかった演出が多分あると思うんだよね。あのね、細かいところね、もうね、メモっておきたいぐらい。あ、そうそうそう、何十個も、あーみたいなのがあるんですよ。あのシーンなんだなっていうのが、そう、いっぱい詰め込まれてましたね。ちっちゃい時からゲームやってるとね、うん、あの音楽だとか、あのここはあれだとかね。でも多分ね、見逃してるのもいっぱいあるから、これはね、最低3回、最低3回からスタートです、ね、いやすごい、本当にすごかった。いやそしてなんか最後ね、ねえ、なんかね、最後ね、これ話していいのか分かんない。ダメだよ、カットされるかもしれない。いや、カットされるから、ダメダメダメ。はい、というわけでこの動画が公開されている本日からもう映画公開ということで、はい、この春はマリオ一色になること間違いなしです。間違いなし、これはすごかった。いやこれね、ちょっとね、ネタバレとかあるんで、まあ、あんまり言えないんですけど、ね、言えないんですけど、こっから1時から2時間話すことはできますね。できますね本当にたくさん要素が入ってて、やばかったな。すごかったです。スエキンさん気づいてないと思うけど、うん、僕マリオとルイージの兄弟の絆で泣いてます、うん、実は横でってなってます。あ、でもね、まあそういう感動は本当にありましたね。ねえ、うん、マリオはね、かっこいいな。やっぱ兄だけあってしっかりしてましたね。そうなんだよ。あれ、弟はなんか、まあ、弟ちょっと、弟はまあちょっとまあ、うん、まあまあそこで助け合ってね、まあそうっすね、やるっていうことで、うん、そうですね。まああとはあのずっと我々小さい頃からあのマリオのゲームをやってきたわけですけども、そのゲームでは描かれていないストーリーが、そう、出てきて、あ、こうなってたんだっていう、もうドア玉からね。そう、普通にさ、ゲーム楽しんでやってたじゃん。そうだね、普通にこうね。確かによくよく考えてみると、うん、そういうことなのっていう、そう、あの世界はそういうことなんだみたいなそう、だからちょっとそういうのもね、マリオの歴史をなんか知る映画でもあるよね、うん、初めて知りましたね。本当に映画館で見るべき大迫力の最高の映画でしたね。まあ、やっぱりあのBGM もいいからね、やっぱりあの映画館のいい音質で聴いていただきたい。はい、即行ってください、映画館。そうですね、はい、これは行った方がいいですね。いや、本当に改めて今回アンバサダーに就任させていただいて、はい、光栄です。本当にありがとうございます。というわけでこの動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV、 そしてセイキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他僕らの SNS のフォローもお待ちしております。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ、 See you next time.
登録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